まあ、というわけで、今回はこの新進工房の、LG ファスナー長財布、こちらを一緒に作っていきたいと思います。はい、それでは早速もう作っていきますか。はい、じゃあいきましょう。はい、まずは胴体から作っていきます。でこれをひっくり返してもらって、この芯材が2つあるんで、これを貼り付けていきます。じゃあ胴に芯が貼れたら、次はファスナーを貼り付けていきます。ファスナーは、3ミリの両面テープを使ったらやりやすいかと思います。両面テープが貼れたら、ファスナーを本体に貼り付けていきます。この時ファスナーの虫部分が中央に来るように気をつけて貼ります。この状態まで来たら、コバを塗ります。コバ塗りなんですけど、胴体がしっかりしている方が塗りやすいんで、芯を貼った状態で塗る方が塗りやすいです。じゃあコバが塗れたんで乾かしていきます。乾かす時にこの100均で売ってる取り置きを使ってもらったら、他のところにつかずに乾かすことができます。胴と同じように引き手にもコバを塗ります。じゃあカード見込みの上部をへり返していきます。この時5ミリの両面テープでへり返すとやりやすいです。で両面テープが貼れたら、この両面テープにの肩に沿わせて理解していきます。カード見込みの4つ減り返せたら、次は裏面下部に2ミリの両面テープを貼ります。この時3ミリの両面テープを使ってしまうと、完成した後カードを入れて使用していたらネトネトしてくるんで、2ミリにしてください。次はカード前の片方側を減り返します。これ左右対称なんで、上下も対称なんで、どちらでも大丈夫です。片側が減り返せたら、もう片方の方に両面テープを貼っておきます。5ミリの両面テープです。これは後々使うんで、今はとりあえず貼っておくだけです。次はカード台の上部を減り返します。ここも5ミリです。今から減り返したカード台、カード見込み、カード前の上部を塗っていきます。この時縫うのは、針は、シュミッツの90番の針、細めの針を使って、返し縫いはなしで塗っていきます。じゃあ切って、連続して切っていきます。この連続で縫うときは、こういう方につなげて縫う方が効率がいいです。で、ここの端っこなんですけど、返し縫いしない理由は、このここの生地が薄いんで、返し縫いしてしまうとくちゃくちゃって生地がなるんで、返し縫いをしないように細い針を使って縫います。で、最終的にゴムのりを使って減り返すんで、その時のゴムのりでほどけてこないように止まります。ステッチが入ったら、カード台にカード見込みを貼っていきます。ここに釜があるんで、それを目印にして、ヘリの出方を合わせて貼り付けます。
カード目組みが貼り終えたらこのカブを塗っていきます。ここも返し縫い必要ないです。縫えたらこのカード台の一番下下部に 2mm の両面テープを貼ります。この両面テープを外してで間隔を見ながらカード前を貼り付けていきます。ひっくり返して前もって貼っていたこの 5mm の両面テープを外してへり返します。ここまでできたらこのセンターステッチのゲージをこのように合わせてもらって目打ちで線を引いて分かるようにします。じゃあこの線に合わせてセンターステッチを入れます。返し縫いは最初は2目終わりは3目で、カードポケットが2つあるので1つは右、1つは左、革をへり返していきます。この返し縫いしなかった糸はこの時ゴムのりとこのへり返しでしっかり留まります。次は胴裏の上部に線を引いていきます。サシを2つサシ用意してもらってこのように6ミリを測ってで線を引いてください。次は口芯を用意してもらって胴裏に貼り付けていきます。先ほどの線とこのコア端っこの両方を合わせて貼ります。カードポケットの裏地に裏にコの字型で 2mm の両面テープを貼ります。次はこのカードポケットを貼っていきます。左に貼るのは左側がヘリを返してないものを貼り付けます。このくぼみとここの釜に合わせて生地に対して裏地に対して平行に貼ります。逆側も同じように貼ります。じゃあカード台を縫い付けていきます。この時、ヘリの部分の方は返し縫いなしで大丈夫です。
ゃあ乾いたらヘリ返していきます。ヘリ返し部分はいろいろやり方があるんですけど、ある部分は僕は指でヘリ返すのがやりやすいんで指でやります。ある部分ひだができてるんでハンマーで叩きます。じゃあこのへり返したところに 5mm の両面テープを貼ります。貼るのはこの芯の始まりの位置から貼っていきます。この時角端からの隙間は 1mm 程度を狙って貼っていきます。この小銭入れの皮に裏地を貼ります。シールがもうついてるんで外してもらって、この角、ここの角に合わせてヘリが均一になるように貼ります。じゃあここをヘリ返していきます。まず短い方の辺にゴムのりを塗ります。乾いたら閉会します。ここを閉会すときは机の角でやってもらうと閉会しやすいです。閉会したら次は長い方の辺を閉会します。この長い方の辺、ヘリ返した方を塗っていくんですけど、針はシュメッツの100番を使ってます。返し縫いは2目程度で大丈夫です。縫えたら糸を裏から出して焼いていきます。この時このようにして、ハサミとライターを同時に持てば作業効率アップです。でこの片方の方にこの字で 2mm の両面テープを貼ります。で貼り合わせます。じゃあ縫います。この時は一目落として渡す方が頑丈にできます。この角部分は三角形に縫うことで小銭の挟まるのを防ぐことができます。この胴裏の下部に 3mm の両面テープを貼ります。貼れたら外してこの小銭ポケットをこのここに釜があるんでそれに合わせて貼ってもらいます。
大体カーテンの端と同じぐらいになります。で、青がして晴れたらこれを切ってみます。ここは針落ちが端から4ミリの位置になるようにして縫っていきます。これ1ミリでもずれたりするとファスナーが巻きにくくなってしまいます。縫えたらここにゴム塗りを塗ります。裏側も塗ります。じゃあゴムのりが乾いたら中を一度外に出します。この角っこも押してもらってきれいに出します。で手で押さえてもう一回戻します。するとコインケース部分が持ち上がった形になります。ファスナーの上止めの方側を処理していきます。ゴムのりで折ります。まずはこのように折ります。で、もう一度ここにもゴムのりを塗ると。乾いたらここを三角に折ります。折れたら叩いていきます。でこの裏地の両面テープを剥がしてその肩をはめ込みます。はめ込んでもらってかないようにクリップで留めておきます。頭側がこちらに来るように貼ります。 R 部分は最後に貼るんでさっきこの短い方の直線部分を貼り付けます。ここまで来たらこの端っこはセロテープで留めておきます。ここは指で折れるようにしてで R 部分は、タックを取っていきます。これピンセットでやる人もいてるんですけれども僕はラジペンの方が引っ張れるんでラジペンを使ってます。で R が取れたらハンマーで叩きます。ここも叩きます。この角の部分がゴムのりで留めておきます。乾いたらこちら側に倒してハンマーで叩きます。で開いてもらったらこれで内装が完成しました。ではフロントポケットの生地の製作していきます。短い方と長い方があるのでどちらも鎌があるのでそちら側に 5mm の両面テープを貼ります。で、切り替えします。切り返した側にどちらも両面テープ 3mm 貼ります。
ではこのフロントポケットの内装の生地を貼り付けていきます。貼るときはこのファスナーの端大体この程度に貼ってもらって、ラインがあるんでそれに合わせて貼ってもらいます。じゃあ逆側も貼ります。同じようにこの時生地はこちらの生地とずれないように合わせて、このラインが合わせて貼っていきます。で貼り付けれたらファスナー周りを縫います。後ろから出して処理します。ただ次にこの大きい方の生地のところにこの字に両目貼ります。こちらの短い方の生地に合わせて貼ります。でこの時こちら側 R 側のここの部分はちょっと邪魔になるんで目剣刀で切ります。じゃあこのフロントポケットの袋を閉じていきます。ここのステッチを入れていくんですけど、こう折ってもらってここの面を合わせてもらって、で端から 4mm の位置に縫っていきます。この時もこう端っこは落としてもらった方が、渡した方が強度が増します。で糸は焼いてもらって、この角の部分は目剣刀でいいんでステッチを切らないようにハサミで切ってもらいます。ひっくり返した時にここが、ここの縫い代があると綺麗に出ないので、型がで、この上部はゴムのりを塗って裏側にも塗って縫い割りをします。じゃあゴムのりが乾いたら手でまず開けてもらって、でここをハンマーで叩きます。叩きすぎるとこちら側の銀面の皮が傷ついたりもするので、その辺見ながらやってください。でこれをひっくり返します。この皮によってはこの時にシワいきやすくなるんで慎重にひっくり返してください。で角をこちら側から押します。押しすぎると角みたいになるんで気をつけてください。でまっすぐになるようにひっくり返りました。そしたらこの芯から芯までを両面テープ貼ります。この時は端から 2-3mm 開けておいてください。そうじゃないと縫い終わった後にファスナーの隙間から両面テープが見えたりします。これで裏側と表側が完成したので、この表側の両面テープを剥がして引っ付けていきます。この指先で裏地の端を確認しながら貼り付けます。貼り付けがうまくいかないとミシンが落ちてしまうんで慎重に貼ります。貼れたら一度チェックします。指で触って
ここに目打ちがあるんで、そこに最初の針を落とします。で、返し縫いは2目で、返し縫いが終わったら定規を下ろします。この時定規は少し浮かしておいた方が引っかからないです。焼きます。で、Dカンを通して真ん中ぐらいにしてもらって、で、裏側にゴムのりを塗ります。ゴムのりが乾いたら貼り合わせます。中心部を塗っていきます。テープのステッチは使っているとほどけてきやすいので、しっかり糸を留め、焼いて留めていきます。で、引き手を止めたら完成なんですけど、この道具を持たれてない方は先にファスナーを巻く前に先にも叩いて付けといてもらっても大丈夫です。で、完成です。まあ、そのわけで、無事、はい、LG ファスナー長財布の財布は、まあ、できましたと、まあ、こういう感じで、LG ファスナー長財布作った動画を、上げさせていただいたんですが、何故ちょっとこういった動画が慣れてないたためにちょっと分かりにくいな、カメラの位置ちょっと見にくいなって場所あったと思うんですけど、はい、まあ、そういった場合なんで、毎週ライブ配信していますので、まあ、そちらでリアルタイムで、あ、ここどうやんのとかね、聞いていただくと、まあ、実物持ってカメラ移動させてこうあえてこうやってそうやってみるのね、こともお答えできますので、まあ、ライブ配信もぜひご覧ください。で、この LG ファースの長財布の一式のキット売りもさせていただいてますので、まあ、気になった方は概要欄にリンク貼ってございますので、まあ、どこか飛び込んで、まあ、見ていただけると嬉しいです、はい。まあ、この今回我々パベレーザーって呼んでるこのレザーだけで関わらず、まあ、うちにある革でしたらどれでも、まあ、可能ですので、まあ、都度、お問い合わせいただきますと幸いです。はい、まあ、この辺で、今回 LG ファースの長財布の作り方でございました。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。